1 2おっほらほも新宿2丁目最強のバルク赤セブンです。はい、どうも皆さんこんにちは、お疲れ様です。こんばんは。うおはい、ということで、今日はですね、トレーニング動画解説していくんですけども、すごい方とね、ゴートレしたんですよ。すごい方とゴートレしたにもかかわらずオープニングエンディング撮ってないというボミスをしてしまいました。ごめんなさい。はい、ということで、サムネにも多分あったと思うんですけども、いや絶対あるんですけども、ナバっていう団体のですね、まあ、プロ選手、去年プロカード取得、したみたいなんですけども、エイト君っていうね方、皆さんご存知ですか。ナバっていう団体のエイト君、エイトプロ、この方ですねと、腕トレさせていただきました。というのも、まあ、合同トレーニングじゃねする予定じゃなかったんですよ最初は。まあ、僕トレーニング動画撮りたかったんで、誰かカメラマンとして、誰か手伝ってくれませんかって言ったら、あやりたいですみたいな感じでね、エイト君が DM くれたんですよね。はい、で、たまたま今日この日一緒にやったという感じなんですよ。まあ、住んでる場所もね、まあ、割と横浜から近くって、うん、なんで、まあ、ちょうどね都合のいい場所もあったんで、エニタイムあったんで、ゴートレしました。はい、でなんでハガエイト君と知り合いなの、知り合いなの、知ってんの、えっていう人いるかもわかんないですけども、実は、去年の夏ですね、一回会ってます。もともと面識あるんですよね。といってもこの日で2回目だったんですけども、去年の夏ですね、江ノ島かな、江ノ島で、偶然会ったんですよね。まあ、塚健くんっていう人皆さん知ってますか。まあ、塚健くんのお友達で、塚健くんが、エイト君をね呼んでなんか遊んでたっぽいんですよね。 YouTube 撮ってたんですけども、まあ、その時初めて会って、一緒に夜まで、海行ったんですけども、一緒に酒飲んだんですよね。はい、まあ本当に、まあ、いい子なんですよ。うん、年はね多分3つ下ぐらいかな、はい、なんですけども、はい、で去年ね江ノ島で僕一緒にお酒は飲んでたんですけども、バッグのねチャックが開いてたんですよ。で財布がね、僕ビトンの財布使ってるんですけど、ビトンがポロッと落ちちゃったんですよ。うん、で、それ財布なくなっちゃったんですよね江ノ島で。で、あどうしよう財布がねってもういうことで、その時ちょうどエイト君と2人っきりでいたんで、一緒にね江ノ島を探して回ったんですよ。うん、本当にねあの節はお世話になりましたエイト君本当に。はい、でなんだろう、結局どこにあったかっていうと交番にあったんですよね。お金取られてたかどうかちょっと忘れちゃったんですけども、お金もあったのかな、そもそもそんなお金入ってなかったっけな。まあでも財布とかね、もろもろ重要なカードとか、うん、結局あったんで交番に行ったらね、本当にあの時はヒヤヒヤしました。本当にねエイト君もあの時は迷惑かけました、ごめんなさい。はい、ということでエイト君なんですけども、エイト君めちゃくちゃ体すごいんですよ。うん、オフもねやっぱり、乗せすぎてない感じ、うん、あんまり乗せすぎてない、まあもともと多分そんなに食わないのかな、どうなんだろう。まあこの後僕一緒に回転寿司食ったんですけど、まあ僕よりが食べてたんですけど、うん、オフもねあんまり乗せてないんですよね。普通にコンディションいいです。はい、普通に足のカットもバリバリに出てるし、うん、体もね、すごいんですけど、僕が一番驚いたのって、まあそのしもちろんコンディションはそうなんですけど、ふくらはぎなんですよ。エイト君のふくらはぎめちゃくちゃすごいです。ものすごい迫力です。僕なんかよりも全然でかいです。僕なんかよりも全然、ほらちょっと鏡に映ってると思うけど、わかんねえかな、うん、めちゃくちゃでかいんですよ。とにかくでかいし絞れてるんですよ、カーフが。血管も浮き立ってるし形が綺麗なんですよね。でトレーニングなんかどうなってんのみたいな聞いたら、いややってないっすみたいな、はい、はいはいはい出たよそういうのみたいな。たまにいるんですよね日本人って、なんだろうすごいでかいのに
獅子、その前腕、特に末端ですよ、うん、前腕カーフ、うん、前腕とカーフってめちゃくちゃ、うん、遺伝に左右される部位なんですけども、やってないって言うんですよ。だから、うん、やってなくてもでかい人いるんですよね、末端だけは。やっぱり大胸筋、あ、大胸筋もそうか、うん、まあ、たまにいるんですよね、こういう人がね。本当に羨ましいです。うん、でもね、まあ、そういうのを羨ましがってもしょうがないんで、まあ、自分にできることやるしかないんですけど、エイト君ってね、まあ、コンディション、まあ、常に、いいし、なんかいろいろ、なんだろう、真面目にもうすごいいろんなことやってるのかなと思うと、多分そんなこともなくって、なんか面倒くさがり屋らしいんですよね。エイト君筋トレ好きじゃないらしいんですよ。うん、なんかもともとはなんか痛いのとか辛いのとかそういうの大嫌いらしくって、トレーニングもね、そんなにね、まあ、パーソナルとかつけてるし、彼自身も教えてるんですけど、なんかそこまでね、なんかもうど根性みたいな、根性はもちろんあるんだけど、飽き性らしいんですよね。だからトレーニングって、まあ、いろいろフォームの最中に考えてることを意識してることはもちろんエイト君の方があるんだけど、種目数とかっていうのはね、僕と割と似てて、すぐ終わっちゃう。だからトレーニングなんて1日1部位に対して 3,4 種目とかそんなもんじゃないかな。うん、だからそこ意外でしたね。で、まあ、やっぱ動画撮ってる以上、なんだろう、その動画の尺とか気にしちゃうんだけども、もういいんじゃないですかみたいな感じ、僕だったらもう帰っちゃってますよみたいな、そういう会話もあったんで、あ、意外だなって思いました。うん、で、最初の収縮の時には少し背中丸めて、うん、そうなんですよね、意外ですよね。まあ、その他の食事だったり、まあ、フォームのね、そのどういうことを意識して角度とかテンポとかっていうのはもちろん僕より全然気にしてるんですけど、種目数はね、やっぱ僕と同じような、少ない種目で、まあ、全力まで全力やりきる。だけど3時間、多分彼2時間もやんないです。1時間とか1時間半90分以内に終わらせる感じだと思うんですよね。うん、まあ、そういうとこ意外でしたね。はい、でナバっていう団体なんですけど、まあ、エイト君が所属してるね、ナバっていう団体なんですけど、まあ、バルクはもちろん筋量はもちろん重要なんだけど、絞りが命なんですよね。もう生に出てる選手めちゃくちゃすごいです、みんな。もう絞り、もう、まあ、バルクよりも絞りを評価されるみたいな、もう絞りが全て見ない団体なんですよね。で、なんか努力点だとかそういうのになんか評価されるみたいなことをエイト君言ってたんですけど、エイト君ね、もう絞りえぐいんで、もうケツバリバリです。ケツバリバリで、もうオフじゃねえ、そのカーディオ、減量中の有酸素運動なんてもう1日もう4時間とかやるらしいです。ナバの人平均的にやっぱそれぐらいやるらしいんですけど、もうね、何の選手か分かんなくなってきません？4時間もやってると。もう陸上選手なのか、何の選手、ボディービルのなんか見せる種目競技なのか、もう何だか分かんなくなっちゃいそうですよね。それでもやっぱ残るんですよ、エイト君。やっぱカーフもすごい残る。だから本当すごいっす。うん、僕はね、ちょっとナバじゃやっていけないわ。うん、普通に、まあ、JB が絞り甘いとかそういう話じゃないんですけど、ちょっとね、ナバ俺でちょっと向いてないと思う。うん、ちょっと絶対ね、評価されない気がする。わかんないけど。ちょっとまあ、そんな感じなんで、まあ、エイト君もね、みんな応援しよう。